ロモン、ハルカットです。皆さん昨日のアニポケはご覧になりましたか？ガラルの化石ポケモンの回でしたね。そこで今回は登場したガラルの化石ポケモンは世界初の1匹目だったという話をしていきたいと思います。では関係ないけど、昨日の冒頭で練り消しでレジエレキ作ったっていうのを言ったんだけど、今度はレジドラゴ作ってみました。というわけでよかったら最後まで聞いててください。サトシたちがゲットした化石ポケモンは世界初の1匹目だった。アリポケのネタバレになりますのでご注意ください。昨日のアリポケではサトシ、ゴー、コハルが以前出会った科学博物館の館長の依頼によりガラル地方の化石の調査へ向かい、その後ワイルドエリアでガサツとウカツという博士に出会い化石を復活させるというお話でした。結果的にサトシはウオノラゴン、ゴーはパッチルドをゲットしました。これについては前動画で誰がどの化石ポケモンをゲットするか考察していたんですが、パッチラゴンが来るっていう予想は外れましたが、サトシがウオノラゴンをゲットする件に関しては合っていたのでちょっと安心しました。前の考察動画アニポケ終わった後に当たってるやんすげーっていうコメントがあってすごい嬉しかったです。でストーリーを見て気になった点としては4つあります。1つはこれはしょうもないんですが、ワイルドエリアに着いた時の出来事です。コアルのイーブイがたまたまいたガントルにぶつかり攻撃されそうになっていたシーンなんですが、気づいたゴーとエースワンが華麗に助けてくれました。ゴーにありがとうっていうコアルの表情がちょっとメスの顔してるなーと思いました。サトシをカヤの外にしてイチャつくんじゃねえよ。もうセルナ早く帰ってこい。前もコアルは同じような表情をしていたので、やっぱり恋してるんじゃないかなとちょっと気になりました。2つ目は化石を組み合わせるシーンです。ここを今回のストーリーで一番気になりました。ガサツとウカツが化石の4つの中から2つをうまく組み合わせてタブレット端末にポケモンを出すんですが、ガラルの化石ポケモンは常識にとらわれない姿こそが正解ということで、どれも私の予想ではとか俺の仮説ではなど今考えたというような発言をしています。おまけにポケモンを呼ぶ時も名付けてウオチルドンとか今名前付けましたよねというような発言をしています。ということはこの化石ポケモンたちはガサツウカツが考えるまでいなかったことになりますよね。しかも箱をバラバラにしてしまい考えていなかったポケモンウオノラゴンパッチルドンが登場となると、このウオノラゴンパッチルドンはもはやこのアニポケの世界で最初の1匹目ということになりますよね。ある意味幻のポケモンと同等の価値があるのかもしれません。すげえ気になったのはウオノラゴンが逃げるシーン。ちょっとウオノラゴンの声が面白すぎたんで僕はずっと笑っていたんですが、サトシがウオノラゴンに乗ってる時ココガラがいましたよね。このココガラ実は一瞬ですがオープニング映像でカイリュウの上に乗っていたんで、もしかしたらサトシがゲットするんじゃないかなと思っています。まあオープニングは別の個体の可能性もありますけどね。次はサトシの手持ちについて。ウオノラゴンをゲットしたことにより手持ちが6体揃いました。ウオノラゴンはゲーム対戦でも使われてるぐらい強いポケモンで結構ガチパですよね。今後も何体かゲットしてベストウィッシュのように交代制にするのか、それともそのまま6体でいくのか、今後のアニポケ楽しみですよね。とはこんな感じでサトシ・ゴーがゲットしたガラルの化石ポケモンは世界初のポケモンではないかという考察でした。ちょっとでもこの動画をショットターチャンネル登録そして高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画で、ね、せーのグッティー。